こんにちは、ギタリストの松木です。今日は初心者が知っておきたいピックの持ち方についてお話ししたいと思います。ピックっていうのはこうやってね、弦に当ててこう音を出す、まあ、道具なんですけども、ピックの種類っていうのはいろいろあって、形とか大きさ薄さ、まあ、いろいろ違うんですけども、まあ、奏法だったり音色に、大きく影響を及ぼす部分でもあります。ですが初心者の方はまずはね、自分で直感でいいなと思ったものを選んでもらいたいと思いますし、僕がおすすめするのはこのおにぎり型、このピックが初心者の方はいいんじゃないかなと思います。初心者の方はよくギター弾いてると弾いてるうちにこうピックがこう手の中でくるくる回っちゃって、こう当たるべき弦に当たるべきこの尖ってる部分がどっか行っちゃうなんていうことがよくあると思うんですけども、このまあおにぎりタイプにしておけば、正三角形に近いので多少回ってもすぐ次の角が出てくるっていうね、そういうメリットがあります。なので、これがおすすめかなと思います。で、持ち方なんですけども、こういうふうに持っています。こちらが、弦に当たる部分ですね。で、親指はこういうふうに真横に持って、人差し指を軽く添えるようなイメージです。で、弦への当て方なんですけども、初心者の人はまずは、弦に対して平行にピックが当たるようにこういうふうに当たるように目指してほしいと思います。で、ギターを買ってね、まあ、こうやって一緒にストラップなんかも買って、まあ、音楽スタイルにもよりますけれども、ぐーっとねギターのボディを下げて弾く、スタイルなんかになってくると、自然に右手もこうの下に伸びていきますので、そうすると、弦に当たる部分がねこうやってピックを握ってこう自分で真正面に見た時にこっち側が当たるようになります。こういう当たり方ですね。これを準アングルピッキングなんて呼んで、まあ、大体これが普通の、まあ、普通のギタリストが、弦に当てる角度こんなまあロックのスタイルなんか結構多いんだと思うんですけども、で、もう一つ逆アングルピッキングっていうのがあって、今こうやってピックを握って自分の正面に持ってきた時に今度は反対側のこっちを当てる弾き方、これ逆アングルピッキングなんて言うんですけども、こんな感じで、まあ、これ、ジャズギタリストとかブルースギタリストなんかに多いんですけども、こう少しねボディを上に、抱えて、そうするとね手首をこうやってこう返しやすくなるんで、こうやってこっちの方でピックに当てやすくなるんですね。で、そうするとこれどういうことかというと、ちょっとこう弦を弾くっていうよりは押しながら弾く感覚に近くなるので、弦がね一本一本がこう太い音が鳴ったりとか、あとそれぞれの音が粒立ちが良くなったりとかっていうメリットがあります。ただね、初心者の人はまずは、弦に対して平行に当てる、こういうピッキングを目指してほしいと思います。ということで今日は初心者が知っておきたいピックの持ち方についてお話ししました。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。